キオートリワは、中華人民共和国の政治家、軍人。中国人民解放軍副総参謀長、第二砲兵部隊司令員、ロケット軍司令員を歴任。中国共産党中央委員会委員、党中央軍事委員会委員、国家中央軍事委員会委員、国防部部長を務める。階級は上昇。1954年2月に、 三島省に誕生する。1968年9月に中国人民解放軍に入隊し、第二砲兵式学院で学ぶ。2001年、第二砲兵部隊第54基地参謀長に任命。2002年1月、総装備部副部長に任命。2002年12月、第二砲兵部隊第53基地司令員に任命。二千三年、少将に昇格。 2005年、第二砲兵部隊副参謀長となり、2006年に第二砲兵部隊参謀長に任命。2007年10月21日、中国共産党第17回党大会において、党中央委員会候補委員に選出される。2008年、中将に昇格。2010年12月、副総参謀長に栄点となる。戦略ミサイル部隊を扱う。 第二砲兵部隊からの副総参謀長就任は前例ないことであった。2012年10月、第二砲兵部隊司令員に任命。11月14日に中国共産党第18回党大会において党中央委員に選出され、翌11月15日の共産党第18期市中全会において党中央軍事委員会委員に選出された。 11月23日、上昇に昇格。2013年3月15日、第12期全国人民代表大会第1回会議において、中華人民共和国中央軍事委員会委員に選出された。2015年12月31日、第2砲兵部隊が改編され、ロケット軍が新設されると、引き続きロケット軍司令員に任命された。二千十七年九月、 ロケット軍司令員職を副司令員のシュアネイト交代。2018年3月18日、第13期全国人民代表大会第1回会議において国家中央軍事委員会委員に再選。翌3月19日、同会議において国務委員兼国防部部長に任命された。ボストーク2018演習でプーチンと談笑する。 義は2018年6月中国の国防省では8年ぶりにアジア安全保障会議に出席し、米中貿易戦争に関して、米国が対話を望むなら、ドアは開いている。米国が戦いたいなら、戦う用意はできてると演説した。なお、台湾が独立すれば、全犠牲を払っても戦争も厭わはないとも述べた。また、64天安門事件にも、 騒乱を収めるために正しい対応をした。中国は安定と発展を享受しているトイレの言及を行った。同年9月、中国とモンゴルが初参加した冷戦後最大の軍事演習、ボストーク2018をロシアのウラジミール・プーチン大統領らと視察し、ロシアのセルゲイショイグ国防相との会談で定期的に中ロは同様の演習を実施することで一致した。ありがとうございます。